ちょっと久しぶりに技やるから技ちょっと収めてて。最年長のイソップ、久しぶりに技を披露する。いくよ。はい。ブレイクダンスの必殺技、大きく振りかぶってロックダンス。っていうのは冗談で、ちょっともうちょっと大技いくから。大技。いくよ。再び気を取り直して大きく振りかぶったらロボットダンス。ロボットダンス。なんなら普段より下手っすよね。これあれだよ。ライブ配信だよこれ。大丈夫？大丈夫？おーい。さすがに個人のアカウントでそれをやる勇気俺ないわ。一通り練習を終えたメンバーたち、夜も更け込み、そろそろ帰り自宅をしようとしていたその時、暗いよすごい。あー来たー。大丈夫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 やる勇気ないとか言ってガッツリや大丈夫？やばい、取り合いだ、カメラの取り合いだ。どっちなんだ、どっちを取り合いだ。あきらゆめだ。ほらフィルムが入ってる、フィルムが入ってる。いや、これマジやばいよ、危ない危ない危ないマジ危ない危ない危ないけど、危ないけど、こうなってるからこれやばいっしょこれ。いいっすね。いい。おお。どうなってる？ローリングストーンズ。ローリングストーンズ。ローリングストーンズ状態。いや俺これもう残さへんからもう。今宵もまたいい男を目指し、グッドメンの活動は続く。笑いの語源って知ってた？語源？和が来るって書いて笑えないね。本当やでこれ。和が来るだから和むっていう字ね。和室の和ね。和が来るって書いて笑えないの最初は。それが漢字が変わってんなんかどっかで。だから笑わなくなったら和が来えへんねん。そういうこと。言うことかっこいいんだけどな。笑おうぜ。カーンってめっちゃ言ってますけど僕の方で